絶品チャーシューに溺れるラーメン、ミヤ。時間にかかわらずすぐ行列ができるお店なので、開店すぐがおすすめ。メニューです。トッピングバリエーションがあるものの、ラーメンは基本1種類。このチャーシュー、言葉が出ません。チャーシューに圧倒されますが、しっかりスープもうまい。鶏ガラによく合うストレート麺が食べやすい。量に目がいきますが、一枚一枚しっかり美味しい。ようやく半分、食べても全然減らない、幸せな時間です。ライスとの相性も当然抜群、最後までチャーシューを堪能できます。おしゃれイタリアンテイストなラーメン、麺ブラッスリー、ナナヒナ。落ち着いた割烹料理屋のような外観。メニューです。目を引くのはつけ麺と京都テールラーメン。オープニングから心奪われる演出で登場。ココットからつけ汁が登場。ドロッとした見た目に比べ、あっさりと美味しくいただけます。中にはトロットロの大きなチャーシュー。もちもちで噛み応えのあるパスタのような麺。この白濁は全部飲み干してしまう系のやばいやつです。麺は食べやすいストレート麺。味付け控えめやけど満足度高し。肉の旨味がたっぷり、最後まで堪能できました。学生に大人気のお店、ラーメン金色。カウンターのみのお店ですが、席数は結構あります。メニューです。醤油、魚介醤油、汁なし系といろいろ揃ってます。見た目より辛くない、ガツンとうまさの暴力を感じる一杯。角切りチャーシューの脂身がまた美味しい。いわゆる全部のせ、もはや中が見えません。こってりスープに柚子の清涼感をプラス。チャーシューは赤身、スープによく合います。煮卵の半熟具合といい、味といい、これはマストです。唐揚げがまた豪快でいい、お腹いっぱいの心地よい満足感が得られます。昔懐かしカレーラーメン、一番星。すごく年季を感じる外観。カーテン閉まってますが、開いてます。テイストはノーマル、味噌、カレーの3種。両方昔ながらの味、懐かしさにむせり泣くレベルです。煮卵じゃなくてゆで卵のあたりもカレーによく合います。
余ったチャーシューはやっぱりご飯と一緒に、カレーなので当然ご飯との相性二重丸。餃子もオーソドックスで美味しい。こだわり味噌と味サバスープの共演、ラーメンどころ勝京。京都府警察学校前の並びにある落ち着いた古民家風のお店。麺メニューは特製味噌、魚介豚骨、つけ麺とバリエーション豊富。味噌の甘みと魚介が混ざり合うオリジナリティあふれるスープ。スープのうまさをしっかりと伝えてくれる中太麺。トロットロに煮込まれた卵も実にいい仕事ぶりです。ラーメンと比べ意外とあっさりしたつけ麺は酸味が効いていて実に食べやすい。たっぷりネギチャーシューのシンプル丼、味付けはラーメンの返しを使ってるんだとか。程よいピリ辛台湾ラーメン、ラーメン喝采。街道沿いの大きなお店、駐車場大きいのも魅力。基本はノーマルと味噌、辛いメニューが半分占めるピリ辛を楽しむお店です。今ちょっとメニュー絞り中みたいです。スープは定番の醤油味といった感じ。台湾ラーメンではそこにピリ辛肉ダネがプラス。濃厚な卵とご飯、こだわり醤油はシンプルに美味しい。戻ってこれなくなるうまさのニンニクラーメン、ラーメンこそ。すぐ隣に京阪電車が走る独特の立地。メニューです。塩、醤油、豚骨、そして焦がしニンニクラーメン。見た目よりずっとすっきりした白濁、豚骨なのに臭みを全然感じません。豚骨ではもはや当たり前のストレート細麺。よく煮込まれたチャーシューもまたうまい。広がるフライドガーリック、香りだけでよだれが。麺は豚骨と共通。そして煮卵、ニンニクスープとの相性も抜群。味も量ももう一品欲しい時に最適。本格的博多豚骨ラーメンのお店、中華そば、伏見、錦。一つの通りに3軒もあるラーメン屋さんの一つ。ジャンルは屋台府博多一洋。以前あった焼きラーメンは現在休止中とのこと。豚骨特有のドロッとスープは見た目こってり、味すっきり、まさに博多豚骨。飲むようにして食べるこの極細麺と、でっかい一枚肉のチャーシューもいい。
味変はタレ、唐辛子、ごま、そして高菜。これが文字通り豚骨スープで炒めた焼きラーメン、当チャンネルが復活を切に願っているメニューです。オーソドックスで、チャーシューがゴロゴロ入ったチャーハン、野菜たっぷりヘルシー&ビューティーラーメン、格差製麺食堂。カウンター9席のみのこじんまりしたお店。メニューは鶏白湯が中心。きめ細かな泡はもはやスープというかスムージー。平打ちの中太麺、噛み応えも麺自体の美味しさも感じれます。貝割れに白髪ネギ、見た目に美しく、そしてとてもヘルシー。2種類の卵とでっかいチャーシューが特徴。辛いのと辛くないのが選べます。今回は辛くない方。混ぜそばの定番、締め飯は一律でついてきます。最後の一滴まで堪能、ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろんな情報発信していきますので、忘れずにチャンネル登録をお願いします。